招かれざる客は1967年のアメリカ合衆国のドラマ映画。監督はスタンリー・クレーマー。出演はスペンサート・トレーシー、シドニー・ポワチエ、キャサリン・ヘプバーンなど、黒人青年と白人女性の結婚をめぐる双方の家族の葛藤を描いている。第40回アカデミー賞では作品賞を含む10部門の候補となり、キャサリン・ヘプバーンが 主演女優賞を、ウィリアム・ローズが、脚本賞を受賞。公開を前に亡くなったスペンサー・トレイシーの遺作でも、ある。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、異人主観結婚へのアプローチとしては本質を、ついているというよりも善意が勝っている。招かれざる客は、スターが散りばめられたアンサンブルの炭酸が泡立つような、ケミストリーのおかげで成功している。であり、 37件の評論の内高評価は70%に当たる26件で平均点は10点満点中6.51点となっている。メタクレティックによれば6件の評論のうち高評価は3件、賛否混在は2件、低評価は1件で平均点は100点満点中63点となっている。2005年にゲスフー、招かれざる恋人としてリメイクされた。 監督は、ケビン・ド・ドニー・サリバン。主演は、バーニー・マックとアシュトン・カッチャーが務めた。2017年のホラー映画、ゲット・アウトは、本作を元ネタとし、現代的にアップデートした作品であるとの指摘がある。スペンサー・トレーシーとキャサリン・ヘプバーンの娘を演じた。キャサリン・ホートーンは、ヘプバーンの実の名である。また、撮影終了後に亡くなった、トレーシーの長年の、 パートナーだったヘプバーンは彼を思い出して辛いという理由で今作の完成版を見ていない。ありがとうございます。